魔女、ベアトリーチェか。本当かね？おお、バトラ信じてない？悪い。別にマリアが言ったのを疑ったわけじゃないぜ。うん、バトラ納得。うん、うん、何何？我が最愛の魔女ベアトリーチェ、懐かしき故郷を貫くって、なんだ？この怪しげな長い碑文はよ。すげえだろそれ。じい様が書かせたものだよ。意味深だろ？はい！マリア知ってる！隠し場所。おいおい、後宮家の隠し黄金の話か。そりゃまた懐かしい話だね。っていうか兄貴、これマジなのか？これを書かせたおじい様は、この絵とこの碑文に関しては何も語ってくれないんだ。でも親類たちの間では、おじい様の黄金の隠し場所を記したもので、この謎を解いた者に家督と黄金のすべてを譲るという意味ではないかと、もっぱら囁かれてるよ。マリア聞いた、マリア聞いた。黄金いっぱいいっぱい。さてな、10トンの金塊なんてね、私はちょいと眉唾だけどな。しかしよ、こんな碑文を読んじまうとマジかなって気になっちまうな。
そんな話があったな。俺たちも小さい頃、親からその話を聞かされて、宝探しと称して、島中はあちこちうろうろして、森で迷ってワンワン泣いて、しお兄さんに見つけてもらって、親にめちゃくちゃ怒られたんじゃなかったっけ？懐かしいぜ。バカだったよな。だってよ、じい様はその資本金で儲けた挙句で、この島を買うんだぜ。この島に来る前から黄金を持ってたってことになるじゃねえか。この島にあるわけがないぜ。そうとも限らないよ。その黄金が元からこの島に隠されていて、それを確実に自分のものにするためにこの島を丸々買い取ったとかね。何しろ10トンもあるんだもん。安全な場所に移すより隠し場所そのものを確保する方が現実的だよ。この碑文を書かせたのは2年前。それもじい様自身ってなると、なるほど、黄金伝説も信憑性が増してくるじゃねえか。じい様が後宮家復興の資本金にしたという魔女に授けられた黄金が10トン、そいつがどこかに今も眠っていて、じい様はこの謎を解けた奴に全部を譲ろうって、そういうつもりなのかもしれねえ。じい様らしいセンスというか、なんというか。マジならなんとも景気のいい話だぜ。そういうつもりなのかどうか、おじい様の胸中は想像もつかないけどね。一つ言えるのは、このうさんくさい碑文を、おじい様は一族全員に告示するかのようにここに掲示したこと。そして、黄金の存在はほのめかしながらも、未だにその隠し場所について一切触れないこと。そこから、親たちが想像を膨らませて、おじい様の知恵比べに違いないって言い出した。欲の皮が突っ張ってる。うちの親父あたりだろうぜ。こんな弱いことを真に受けてるなんてよ。じい様の黒魔術趣味はバカにしてるくせに、この隠し黄金の話だけは信じてやがる。調子のいい話さ。確かに現実的な話じゃないよね。当時無名で何のコネクションもなかったおじい様に無償で莫大な金塊を融資する人物なんているわけがない。それがいたからこそ、おじい様はそのスポンサーを魔女と呼んだというなら考えられない話じゃないけど。でもよ、10トンだぜ10トン。一体現金に直したらいくらくらいになるんだ？っていうか、とんでもない量になるはずだぜ。とんでもない量だよ。人類が有史以来発掘した黄金はせいぜい10万トンって言われてる。人類の歴史が手にした黄金の1万分の1を個人が手にしてるっていうのはとてつもないことだよ。それが一箇所にあり、しかもそれをおじい様にポンと貸し出せるような魔女、ただものじゃないね。私はよ、その10トンって数字ももはや嘘くさいと思ってるぜ。第一よ、じい様以外に見たやつはいないんだろ。仮に気前のいい魔女が実在して黄金を貸したとしても、それは10は10でも10キロぐらいの間違いじゃねえのか。10キロでも相当いい金額になるはずだぜ。10キロの黄金っていくら？金も相場の影響を受けるから何とも言えないし、純度や鋳造先の信用によっても変わってくる。換金に手数料もかかるし、ただ希少金属であることは間違いなくて、このまま採掘が進めば人類はあと半世紀ほどで全てを掘り尽くしてしまうんじゃないかって憶測もある。でたらめに言って1キロあたり200万円程度の価値はあるんじゃないかと思うね。ひゅー、私よ、10キロってのは
今適当に言って控えめな数字なんだけどよ。それでも2000万円の価値があるってことになるじゃねえかよ。おー、マリア体重28キロ。ということはマリアちゃんと同じ重さの黄金ならその価値は5000万円を超えるって計算になるね。そりゃたまげるな。10トンならいくらだ？ 10 キロで2000万が1000倍だから、はぁ、200億円か。こりゃたまらねえや。マリアの大好きなショートケーキだったら多分一生かかっても食い切れないくらい買えるぜ。でも200億円という現金ならいざ知れず、それと同等の金塊がひとところにあるなんてとても現実的とは思えないね。さっきも言った通り黄金は非常に重くて、財産をまとめておくにはちょっと便利とは思えないよ。ものすごい額面の有価証券とか、ものすごく価値のある宝石とか、そういうものなら考えられなくもないけれど、戦時中の混乱期に自分の資産を持ち運べるよう全て宝石などに変えた人たちがいたのは有名な話だからね。でも黄金で資産を備蓄したというのはなかなか聞かない。確かに重いけどよ、国際的に一番信用されてて価値も安定してるし、意味はあるんじゃないのかな。証券とかだったら国が滅びちまったら紙切れになっちまうわけだし。そういう考え方もあるね。でも 10kg のインゴット一つでも体感重量は相当のものだよ。聞いたことない？ 50kg の人間は背負えても 50kg の俵は担げないって。それだけの莫大な重量の金塊を個人が所有するリスクと手間は計り知れないね。ってことはつまり200億円の札束がうなってるって話ならともかく、200億円分の黄金が山積みになってるってのはちょいと現実味がないわけだな。そういうことになるね。黄金伝説なんて響きはとても面白いんだけど、そもそも10トンの黄金という時点で少々無理があるね。そうやってリズメで考えるとみるみる嘘くさくなっていくぜ夢のない話さ。でもそこは何しろあのおじい様だからね。親切なお金持ちからの融資を大げさに吹聴して魔女から授かった10トンの黄金なんて例え方をしたのかもしれないよ。10トンという数字も象徴的な感じがするしね。つまり借りた金のありがたさは10トンの黄金に匹敵する価値があったってなことだなじい様に大金持ちの勇敢マダムが気前よく恵んでくれて、そのご婦人を魔女と呼んだってことじゃねえのか。
ってことはつまり、この魔女様は、後宮家復興のための資金を恵んでくださった、復興の大恩人ってわけだ。となりゃ、じい様が感謝の気持ちを込めて、こんだけでかい絵を描かせて掲げさせたってのも、なるほど、おかしい話じゃないのかもな。ひょっとするとよ、当の本人は見るからに魔女っぽいばあさんだったかもしれないぜ。それをじい様が美化して、こんな美人に描いてくれたってのは考えられる話さ。案外、当の本人に会ってみたら、こんなに美人じゃないかもしれねえな。ありえるね。ベアトリーチェって名前は、いかにも洋風だけど、僕たち一族の名前がみんな洋風であることを考えると、このベアトリーチェって名前も、日本人名を無理やり洋風にアレンジしたものなのかもしれないよ。なるほど、なるほど。この美人は絵の中にしかいないってわけだな。それじゃああの立派そうな胸は揉めそうにないぜ。鼻から魔女なんておかしいんだよな。そんなのが地球上のどこにいるってんだ。なんだよ、マリア。ベアトリーチェはいる。魔女いる、魔女はいる。なんだよ、そりゃいるだろうよ。テレビをつけりゃアニメとかによ。バカだな。子供の夢打ち砕いてんじゃねえぜ。マリアは魔女とかベアトリーゼとかも確かに存在するって信じてんだよ。確かマリアちゃんは学校の文集に将来なりたいものは魔女って書いたんだっけ。